今回はなんとあの天才ゆっくりのマサラさんとコラボというね。いきなりハードル上げるのやめようか。私は本当のことを言ったまでブフ。だよ。笑ってんじゃん真顔だったけど途中吹き出してたじゃんか。今回やってくのはね。スルーなの？娘を殺してその死体を書く。だけ、画家の話というゲームだよ。噛んだよね今。黙れ小僧。やっていこうかマサラタウンさんよい。さよならバイバイされそうな名前になった。よ。了解の言い方が今時の子だね。ごめん何言ってるかわかんない。私は画家で妻と娘の3人で暮らしてるしさ。ルシファーって言ったよね今。有名でも無名でもない画家の私の稼ぎはそこそこで妻と共働きをしていれば娘1人を十分に養える平穏な生活を送れるくらいだった。アトリエにばかりこもる私だが妻も娘も私の仕事を応援してくれていた。私の作品は性のエネルギーを全面的に表現している。例えば太陽に向かい咲く日回り、例えば妻の働く姿、例えば娘の明るい笑顔。それらの力を受け取っては作品にする。そんな絵はそれなりに好評でほどほどの値段で売れていた。裕福ほどではないが家族3人で幸せな生活を送っていた。だがその幸せは突然失われた。妻が死んだ、通勤中に交通事故に遭ったそうだ。残酷な仕打ちである、娘も悲しみに涙をこぼす。しかし私はある違和感を抱いていた、妻の遺体や死体を見た時だ。衝撃を受けた、今まで性を持っていたものが失われる姿、その大敗的な魅惑に私は心を奪われてしまった。私はアトリエに引きこもりその見た光景を描いた。その絵は今までのものより一番傑作で一番高く売れた。今までより高く評価され名声が上がった。ここはどこ？私はダリ？お前はサナギだ。私はサナギだったのか。お父さんご飯作ったよ。食べてね。断る。断んなバカ。ああ、ありがとうオリゴ糖。ネタが古いよ。ほならね、自分でネタ選んでみろっていう話でしょ。私はそう言いたい。マサラくらいんだよ。この辺は各自で読んでね。コラボ動画をここまで引き伸ばされるとは思わなかったよ。いろいろと用意するものが多くてね、本当にごめんなさい。当初は茶番にする予定だったんだが少し違うことしないとなぁと思って実況にしたんだよ。あとこの動画のみでは終わらないよ。マサラさんがシリーズとしてコラボしてくれたから私もマサラさんとの動画数本分あげたいと思うよ。やったぜ。そんなことないさ、スカイウォーリーやるーからー。ほんとネタ古いな。奥さんの死体もアートにしたくなる。アーティストを極めるとこうなるのだろうか。極めすぎも良くないということだよ。確かに最低だが一周回ってやはりアートなのかもしれないな。これからもお互い助け合いながら生活していこうね後藤さん。後藤さん。ああ。この今生き生きと私に語りかける素晴らしいエネルギーを持つ娘が死んだら、どんな美しい光景が見れるのだろうか。こんなことを考えてはいけないのは分かっている。だが見たい新たな世界を作りたい。今までにない最高の作品を、この高ぶりをどうしたら抑えられようか。妻の死体、あの光景をもう一度見たい。いや娘が死ねばもっと至高の幻影を見れるだろう。うまく描けば高値がつき名声ももっと上がるだろう。そのためには、やはり、デコラップを塗るほかない。スースーして終わるだけだわ。なあ今度私のアトリエを見に来ないか。え、あの家族でも立ち入り禁止だったお父さんのゴリアテ？巨人兵士じゃねえよ。いいの？見に行きたい。すぐにでも。そうか。じゃあご飯を食べ終わったら早速行こうか。そういうの NG なんで。さっきまで行きたがってたじゃねえか。わあ、すごい。絵がいっぱいござるぞ。語尾を変えるんじゃないよ。そこまでアトリエに入って欲しくなかったのか。マニアビデオでもコレクトしてたんじゃないですかね。すごいすごい、お父さんこんなに書いてたんだね。へのへの文字。謎の改変やめろ。とんでもないことしそうだぞ。この流れだとやってしまうのか。あのさ、聞いてもらえるかな。歌っていただきましょう。マサラさんで理数男子さ立てない。そういう流れじゃねえし、タイトルだせえな。おい、デルモになれだそうですよ。これはヤバい流れだろうな。オッケーしてしまったか。うーむ。これはひどい。お父さん決まってるわ。救いようがないわ。正常な反応だな。怯えないわけない。
かのぶちさんリスペクト作品なだけあって音楽の変わるタイミングがナイスだな。ゲーム全体にアート性を感じるよね。お父さんは後藤さんになったんだよ。全国のお父さんと後藤さんに謝れ。やばいなこのパパ、ヘアーカラーに紫混じってない？そこどうでもよくない？まかない、食べさせてよ、作ってよ。お腹が空いたご様子で。覚悟とかいう次元じゃないよね。ほんとそれね。いやーラメンやー、ライオンキングやめろ。ただの変態になってきたぞ。ほんとマサラさん最低。飛び火がひどいんだが。走る操作がわからずもたついたのでカット。グヘヘヘヘ、良いではないか良いではないか。わらわと共に大人の階段登っちゃいなよ。なぜジャニーさん風なのか。真面目にやってきたからよ。アリさんも悪やめろ。残念でした。性格悪いなお前。痛そう。痛いどころの騒ぎじゃない。すごいグラッドがリバーのように溢れてアライブがデッドに至るモーメント最高。ルーオーシバをこじらせるな。それから私は娘を裸体にし、その分断した体を必要なほど見つめ、丹念に描き上げた。描いてる間に娘の体にはハエ型カリウジ虫が湧き徐々に腐ってきたのだが、それでもなお美しいと思えた。その絵は彼女が原型をとどめないほどクズクズとなってから、ようやく絵は完成した。全然的な絵だね。この上ないゴッドのような絵に仕上がったのだ。意地でもルーを押し場入れたいんだな。早速売りに出すと神秘的だと話題になり、素晴らしい至極の傑作だとほど高く評価され、ありえないほどの金額で売れた。その金で一生遊んで暮らせるほどの金額だった。やったねマサラ君、お金が増えるよ。おいバカやめろ。この上ない名声に莫大な資産、画家としての権限、私は欲しいものを全て手に入れたのだ。お金も欲しいとこだね。知らんわ。手に入れた？しかしいないぞ妻と娘が。そんなに金を持ってどうする？遊ぶのか？妻と娘がいないのにどこに行って何をして楽しもうというのだ。温泉に行ってお粥が食べたい。気高き名声、莫大な金、手に入れたものは大きかった。しかし失ったものもあまりに大きすぎたのでは？お粥とかね。黙っててもらえるかな。なんか書く気がしないんだよね。随分縮めて読んだぞこいつ。もう書くものなんて何もなくなってしまった。なぜだろう、何もする気が起きない。達したがゆえの苦悩だね。あまりにも虚しすぎる。心に穴が開いたどころか心そのまま失ったようだ。そうだ私は妻と娘と絵を失ったのだ。これで生きてて何になる？もう私には何もないのだ。テレビの電源を入れた。ちょうど私のドキュメンタリーをやっていた。昔描いた生きている娘の肖像画が映った。かわいい。なぜだろう、それが頭にこびりつく。その映像が視界いっぱいに広がり、私は娘だけを見ている。美しかったあの絵が赤くなる。娘の最後に流したあの血の色で染まっていく。テレビの画面はそれしか映していない。いやもう私の目にはこの映像しか見えなくなっていた。呼ぶ声が聞こえたような気がした。ああそうか、自分の今欲しいものはこれだ。画面を隔て向こうにいる娘が愛おしい。会いたい、そっちに行くよ。